アニャンセヨー、元って美容クリニックカウンセラー歴6年のプロビューティーカウンセラーのナインです。韓国からお届けしております。今年の夏ぐらいかな、オリーブヤングの忖度なしレビューっていうのをさせていただいた時に大好評だったので、今回は韓国に住んでいる私が、あらゆるコスメを試した私だからこそ、オリーブヤングで買うべきおすすめアイテムを今日はね厳選してご紹介したいと思います。で、正直なところ今円安だし、例えばクレジットカードとか使うとその手数料とかもあるから、なんか請求上がってみたら、あれなんか大して安くないかなみたいなこともあると思うんですね。実際9点メガ割りだったりとか、メガポーとかビッグセールとか、そういうのに合わせて買った方が韓国で買うより安かったっていうこともあるかと思うので、そこはちょっと金額を照らし合わせてどっちで買った方が安いかなみたいのをね見ながら、お得にねお買い物をしていただければと思います。クラウンシジャッキバッキよ口中にない。まずはベースメイクからいきたいと思います。もうこれはね何回も紹介させていただいてるんですけど、じゃーん、ルナです。ルナはですねベースメイク専門ブランドで、オリーブヤングでも必ずメイン棚に置いてあるほど本当に韓国でもめちゃめちゃ人気なの。私はこうやって2つご紹介させていただくんですけれども、どういうお肌の表現をしたいかによって選んでいただけたらと思います。もう私は絶対ツヤみたいな感じでしたら、こちらのウォーターパクトクリアがおすすめです。これはですねバームタイプになっているので、こういう感じのねファンデーションになってます。で、すごいね、もう潤いたっぷりっていう感じで、かなりね、綺麗な、もうまさに韓国ツヤ肌っていうのが簡単に作れちゃうの。今日も私ね、これを塗ってるんだけど、すごいツヤツヤで、綺麗で、なおかつお肌が乾燥しないから、もうデイリーメイクでよく使っているファンデーションになります。で、こちらの緑の方、コンフィーライトクッション、こちらはですねセミマットがお好みの方だから、よりちょっと崩れにくさを求めたい方にはこの緑の方がおすすめです。セミマットだから、こうマットとグローのいい感じの組み合わせでね、すごい綺麗な陶器肌が完成できるのと、あとはどんなに重ねても汚くよれないのよ。これが韓国のメイクアップアーティストさんと共同開発した商品で、このパフもすごいプニプニしてて、形がさなんかダックの手みたいで可愛いでしょ。これがちゃんとお肌全体的に均一に行き渡るように考えて作られているの。だからなんかメイクの初心者さんとか、うまくファンデーションが塗れないっていう方でも簡単に綺麗な崩れにくいベースメイクを完成させることができるんです。ということで、この2つおすすめなのと、あとルナでもう1個ねおすすめなのがコンシーラーですね。もうルナといえばコンシーラーっていうぐらい、もうコンシーラーから火がついたようなブランドなんですけれども、私はこのキャップがベージュのものがおすすめです。コンシーラーでチップのところでポッてつければもう秒で固定されるの。確か1秒コンシーラーってそんな名前だったかと思うんだけれども、本当に瞬間で乾いて固定されるからキープ力が半端ない。で、さらにはより完璧なベースメイクを作りたい方はこのパレットがおすすめで、パレットだけで全部隠せることもできるんだけど、コンシーラーとちょっと混ぜて使うことによってより崩れにくく、こう乾燥しにくいベースメイクを完成させることができるので、できればこうやってね合わせて持っておいた方がいいかなって思います。詳しいテクニックとかは前の動画で紹介しているので、ぜひそちらを参考にしてください。スキンケア部門はこちら、リアルバリアのエクストリームエッセンストナーです。もうねこれは私のベスコス入りしたトナーなんだけれども、リアルバリアってもともとバリア専門ブランドなのね。で、お肌のバリア機能、バリア機能っていうのが、こう外部からのウイルスとかそういうのを守ってくれる機能っていうのがあるんだけれども、そのバリア機能が崩れてしまうと、まあ肌荒れだったりとかいろいろな肌トラブルにつながってしまうんですね。で、やっぱバリア機能を高めるにはもう保湿がすごい重要なんだけれども、もうさすがバリア専門ブランドなだけあって、もうバリア機能を高めるのに本当に特化した製品になっているので、結構ねとろみのあるテクスチャーのトナーで、結構トロトロしてる感じだから、まあ、トロトロが苦手な方はあんまり好みじゃないかもしれないんだけれども、結構さなんかトロトロしてるものってベタベタするっていうイメージ持ってる方多いと思うんですよ。これはトロトロしてるのにベタつかないの。さらには吸収も早くてサラッとしたような感じで、使用感がすごくいい。私もこの冬ですごい乾燥して赤みが出てたんだけど、リアルバリア使うしかないと思ってこれをね三重に重ねてレイヤリングして塗ってたの。そしたら見事に肌の赤みが落ち着いたのよ。だからこの乾燥のシーズンとか肌のバリアを高めるのに本当に本当にぴったりだし、乾燥肌さんにはぜひぜひ使ってほしいアイテムです。で、セットで私がよく使ってるのがこのリアル
バリアのエクストリームクリームっていうものですね。リアルバリアではこのエクストリームラインっていうのがもうシグネチャー製品になっているので、このエクストリームラインを使わなきゃリアルバリアは語れないっていう感じで、まずはこれを使ってほしいです。このクリームもかなりこってりとしたテクスチャーで、ちょっと真っ白で何も見えないと思うんだけど、もう結構ね半分以上使ってます。テクスチャーで言うとね、なんかちょっと軟膏みたいなテクスチャーっていうのかな、でも全然ベタつかないし、これも私はごってり顔に塗りたくって寝てるんですけど、朝までね全然乾燥しないし、ベタベタしないし、すごいねしっとりしたいい感じのお肌になるから、これはねもうやみつきになるアイテムで、結構パックのおすすめを聞かれることが多いんですよ。で、やっぱり私はパックもリアルバリアをおすすめしたいなって思います。で、リアルバリアのパック結構いろんな種類があって、何使ってもね結構いいのだから、まあ何使っても外れは全然ないと思うんだけど、まあここもエクストリームラインかなっていうことで、私はこのエクストリームクリームマスクをおすすめしたいと思います。まあリアルバリアって本当に何使っても外れないから、気になる方はねもう全部試してほしいっていうぐらい、もう乾燥肌さんには本当に本当におすすめ。次はトナーパッド部門、じゃーん、チューゲハートリーフ BHA ピーリングパッドです。もうこれもね昔から私がおすすめしている商品なんだけれども、これがある韓国のリーブヤングと似たようなああいうドラッグストアで働いている方が、毎日お客さんにチューゲパッドありますかってよく聞かれるんだって。で、そこからチューゲパッド使ったらすごい良かったってその店員さんが言ってた製品なんですね。で、私もそれを聞いて気になって使い始めたんだけど、めちゃめちゃいいの。これが他のトナーパッドと違って、後ろが結構硬いガーゼ面になっているの。結構さ、他のトナーパッドって柔らかいトナーパッドが多いんだけど、これは片面がガーゼ面になってるから、こういうさ顎周りとかさ結構ザラつくじゃない、そういうのをくる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 ガーゼ面でやってあげて、最後にこの柔らかいねエンボス面でキメをね整えてあげると、すごいお肌のキメが整って綺麗になるので、トナーパッドって必要性感じないっていう方結構日本では多いと思うの。韓国ではオリーブヤングに行くと、もうトナーパッドの商品棚だけですんごいあるぐらい、韓国のスキンケアではトナーパッドは欠かせないぐらい本当に重要なねアイテムなんだけど、日本ってあんまり馴染みがないと思うのよ。だけど一回使うと本当に癖になるから。で、なんでトナーパッドが必要かっていうと、私たちの肌って角質があるでしょ。で、その角質をちゃんとケアをしてあげないといけないわけですよ。なんでかっていうと、まあ本来肌のターンオーバー、肌の生まれ変わりって28日周期なんだけど、その周期が乱れることによってどん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 角質って厚くなるんですね。で、その角質を放置するとどうなるかっていうと、まあ肌荒れにつながるっていうのもあるし、あとはメイクがうまく乗らないっていう原因も出てくるし、どんなにいいスキンケアをしても吸収が悪いっていう、そういうね原因も出てくるんです。で、それを全部解決してくれるのがトナーパッドなの。古い角質をケアすることによって化粧のりもすごく良くなるし、普段のスキンケアの吸収率もぐーんと良くなるし、肌荒れも予防してくれるのね。だからよく皮膚科でピーリングっていうじゃない、あれはそういうことなんですよ。で、それをね普段自宅でね手軽に取り入れられるのがトナーパッドになります。だからトナーパッドは必ず使った方がいい。で、結構なんか敏感肌でトナーパッドに抵抗ある方結構日本でいらっしゃると思うんですね。でもね、全然そんな心配をする必要はありません。韓国って結構敏感肌テスト済みの製品ってすごい多いから、だいたいどの製品も低刺激テスト済みの製品がほとんどなので、これは私のオンマもすごい敏感肌で、まあちょっとブランド名出していいかわかんないけど、 SK うんとか使ってから顔がね火傷しちゃった経験もあるぐらいすごい敏感肌なのね。そのオンマがこのチューゲパッドめっちゃ気に入ってたの。だから敏感肌でも全然安心して使えると思います。じゃあもう一つは毛穴部門、じゃーん、成分エディターのグリーントマトポアリフティングアンプルプラスです。これもね私は割と最近知ったブランドなんだけれども、韓国ではすごい人気でオリーブヤングでも受賞したアイテムになります。で、これがソガンジュンっていう俳優さんが広告モデルを務めていて、韓国のある女優さんがこれを愛用してますって紹介してすごい人気になったアイテムなんだって。これが毛穴アンプルなんだけど、私もねずっとこの鼻周りの毛穴が気になってるから使ってるんだけど、結構ねいい感じなのよ。で、香りはね少しあるタイプになるから、香りが苦手な方にはおすすめできないんだけど、私は全然平気で、なんか黒ずみとかも軽減されてる感じがするから、これは長期的に使い続ければすごい期待できる製品だと思います。じゃあ次はボディケア製品はこちら、ダーマビーデイリーモイスチャーボディーローションです。これはねやたら最近私がおすすめしている商品なんですけれども、ダーマビーのこの製品ってオリーブヤングで5年連続で1位を受賞しているボディーローションになるの。それぐらい1分に1個販売されてるって言われるぐらい韓国では定番人気ボディケアアイテムなので、それが本当に
に納得いく使い心地で、私も使った時結構びっくりした。私さ、結構なんか冬に、まあ、ボディクリーム塗っても時間が経つとまたすぐ乾燥しちゃうことが多いの。まあボディクリームより結構オイルとかそういうのを使うことが多かったんだけど、これ100時間保湿を維持してくれる製品っていうのがちゃんと証明されていて、これを私は夜シャワー後に塗るんだけど、そうすると翌日の夜までお肌がしっとりしてるの。しかもただのしっとりとかじゃなくて本当に赤ちゃんみたいな肌になるの。さらにはこの香りも赤ちゃんみたいな匂いがするの。なんかベビーパウダーの香りらしいんだけど、ちょっとベビーパウダーに甘みがプラスされていて、本当になんか赤ちゃんのね美味しい匂いがする。美味しいって言ったあれだけど伝わるかな、赤ちゃんの可愛い匂い。私はこの匂いがすごい好き。ベビーパウダーって多分そんな嫌いな方いないと思うんだけど、子供から大人まで使えて年齢問わず使えるアイテムで、さらに保湿力も高いし敏感肌も使えるような製品だし、悪い成分とかも排除しているものだから本当に人気な理由が納得いくような製品だから、ボディケア難民とかにはぜひ使ってほしい。次、これもちょっとね外せなかったんですけど、じゃーん、久しぶりのものです。 B ボンズシカコラーゲンリフティングクリームです。私が4月ぐらいに出会った商品なんですけれども、そっからね見て多分買ってくださった方も多いかなと思うんですが、これがクリームの先っちょにカッサローラーがついているんですね。なのでこうお顔のむくみを取りながら保湿ケアができるアイテムになってます。でシカとコラーゲンが入っているから鎮静もしつつ弾力ケアもできるアイテムなので、こうカッサを別途使う必要がないからすごい便利だし、こう朝起きたてってどうしても顔ってむくんじゃうじゃない、そういうのを簡単にケアができるからすごい私が重宝している商品です。で旅行中とかもすごい便利だなって思います。旅行中ってさ、どうしても顔むくんだりとかなんか肌荒れしません？旅行中って。だからシカが入っているし鎮静も同時にできるし、もう全体的にもう100点満点な商品っていう感じ。次はですね、じゃーん、アリエルザパーフェクトクレンジングオイルパッドです。多分オリーブヤングでこの顔のマーク見たことある方多いんじゃないかなって思います。アリエルはこのねクレンジングシートもあるんだけれども、私はこのシートよりこっちが好きなの。なんかシートの質が全然違うのね。でここオリーブヤングクレンジングティッシュ1位って書いてあるんだけど、私はこのティッシュよりこのパッドの方が好きなの。ティッシュってどうしてもティッシュだから薄いじゃない、これはパッドだから結構ね1枚がしっかりしてて、なおかつ結構ねパッドがねこんな感じで大きいの。だからこのパッドで顔全部丸々落とせちゃうし、何よりオイルが入ってるからすごい綺麗に落ちる。もう濃いメイクまで超綺麗に落ちちゃう。本当にこの絵の通りにめちゃめちゃ綺麗に落ちます。クレンジングシートとかクレンジングパッドってあんまり好きじゃなかったんだけれども、このアリエルを使ってもう私のいろいろな考えが覆されたよね。まず乾燥しない、洗浄力高い、肌刺激少ない、こういうパッドってすごい肌刺激が強いイメージだったんだけど、全く家帰ってきて化粧落とすのめんどくさっていう時に超ぴったりなアイテム。で一応ダブル洗顔は必要になるので、これを使ってその後ね普通に洗顔していただければ OK になります。ぜひねこれは一度は使ってほしい。で私のオンマとかお姉ちゃんとかもみんなね気に入ってるんだけど、みんな口揃えて言うのが臭い私はねあんまり匂いそんなかなっていう気にならなかったんだけど、なんかねビタミンとちょっと酸っぱい匂いがするからなんかね匂いが臭いって言ってて、まあ臭い臭い言いながらもすごい気に入ってじゃんじゃん使っている製品になります。クレンジング流れでこちらメイクプレムセーフミーリリーフモイスチャークレンジングミルクです。なんで私がこれを紹介したかと言いますと、私今まで結構クレンジングオイルを使うことが多かったの。クレンジングオイルとかクレンジングバームをよく使ってたんだけど、皮膚科で肌管理を受けてる時にクレンジング普段何使ってますかって言われて、あクレンジングオイルとか使ってますみたいに言ったら、結局クレンジングオイルってすごい洗浄力が高いから、私みたいな乾燥肌の人にはクレンジングオイルよりかはクレンジングミルクの方がいいですよって言われて、でそのクレンジングオイルとかも結構その毛穴に詰まっちゃうんだって。でその方も自分もオイル使ってたけどクレンジングミルクを使うようになってすごい肌荒れが良くなったから、クレンジングミルクにするだけでだいぶ肌荒れとか良くなると思いますよって言われて、そこからあちょっとクレンジングミルクに変えようと思って、それで唯一私のお家にあったこのメイクフレームのクレンジングミルクを使うようにしました。なんかさ、私さ自分の動画でさ敏感肌にはクレンジングミルクおすすめだよとかさ言っときながら、なんか自分
分に当てはめてないんだよね。まあ、クレンジングオイルが洗浄力高いのは知ってたし、でもなんか別に自分は平気かなって思ってたんだけど、ちゃんと自分がみんなに伝えてること自分に当てはめてなかったなって思って、ちょっと見直さないとなって思いました。でこのクレンジングミルクを使い始めて、本当にねなんか肌質が良くなった感じがするの。確かになんかいつもより肌が乾燥しにくくなったし、こう毛穴詰まりとかが減った気がするんだよね。だからこれはやっぱクレンジングミルクのおかげかなって思って、オイリー肌の方とかにはクレンジングオイルでもいいと思うんだけど、乾燥肌とか敏感肌さんにはクレンジングミルクぜひおすすめしたいです。でこのメイクプレムのクレンジングミルクもオリーブヤングとかですごい人気の商品で、韓国ではクレンジングで定番人気アイテムになっているんですね。だから私みたいな肌タイプの方にはぜひねクレンジングミルクおすすめしたいです。最後にですね、ヘアケア部門をご紹介したいと思います。一つ目がこちら、グローアスダメージセラピーノンウォッシュトリートメントです。もうねグローアスのこのスプレータイプの洗い流さないトリートメントは何リピっていうぐらいずっと使っている商品で、去年一昨年ちょっと忘れちゃったけど、夏ぐらいからずっと使って何回も紹介しているので、まあ、知ってる方も多いかなって思います。私の考えでは多分このグローアスの洗い流さないトリートメントスプレーがきっかけで、多分他のブランドからこういうスプレータイプがいっぱい出たんじゃないかなって思うの。このスプレータイプの何がいいかって、ヘアオイルってさちょっとベタベタしたりするじゃない。で手も汚れるしなんだけど、これはシュッシュってスプレーだから手が汚れないし簡単で、なおかつ髪全体的に均一に行き渡るところがすごく好きで、香りもバラの香りで、私はこの香りも結構好きでした。結構ね私バラって苦手なものが多いんだけど、これはツンとする感じじゃなくって、私と同じバラの匂いが嫌いな友達もこれすごい気に入ってたの。しかもさ見た目もすごい可愛いでしょ。でなんか前視聴者さんで、なんかこういう洗い流さないトリートメントのこれねスプレータイプが床がすごいツルツルになっちゃうんですよみたいな、私が多分不器用だからなんですかねみたいなことを言ってて、その時私はちょっと思ったの、あ絶対この商品だろうって思って、それがキーリングバードの洗い流さないスプレートリートメントがあるの。私も過去に動画で紹介したことがあって、えもしかしてこれじゃないですかって聞いたら、あそれですみたいな、まさにうちの床をアイススケートリングにしたのがこれですみたいなことを言っててすごい面白かったんだけれども、ちょっとノリのいい視聴者さんでちょっとあの笑わせてくれたんですけれども、あのヒーリングバードはすごい高タンパク質なの。だからすごい髪もねツルッツルになって、繊維自体はいいんだけれども、めちゃめちゃ床がツルッツルになるの。あのどんなに頑張っても床がめちゃめちゃツルッツルになる。これは私もそうだし、その視聴者さんもそうだったし、私がおすすめした買った友達も何人かいるんだけれども、みんな床がツルツルになったって言ってた。だからちょっとそこ改善してほしいなと思うんだけど、やっぱ高タンパク質すぎて無理なのかな、ちょっとよくわかんない。でもこのグローアスはね、あのヒーリングバードみたいにツルツルにはならない。あそこまでツルツルする製品はヒーリングバードぐらいしかないと思う。でこれがね細かいパールが入っていてキラキラするから、それもねちょっと見てて可愛いし、女の子なら嫌いな方はいないかなって思います。でもう一個私が最後におすすめしたいのがこちら、リューゼルのグルーミングトニックです。これが私が韓国のヘアショップに行った時に美容師さんがおすすめって言って、そこから買って使っているんだけれども、なんかさ髪セットする時とかにこうアホ毛が出るじゃない、それをこれがね綺麗に抑えてくれるの。私って結構なんかふんわりした髪の毛よりかはピシッと決めることが多いから、メンズのヘアケアコーナーに置いてあるんだけれども、だからちょっとこうピシッと決めたい時にすごいぴったり、例えばこうストレートで流す時とかもこうアホ毛がさピン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 みたいに出るじゃない、それをこれを塗ることによってシューッとね綺麗に落ち着かせてくれるの。だからそういう感じのスタイリングをする方とかにはすごくおすすめです。はい、ということでですね、今回はオリーブヤングでぜひ買ってほしいアイテムをご紹介させていただきました。どれも本当に私の超おすすめアイテムになるので、ぜひねお買い物の参考にしていただけたらと思います。また9点でも買えるものになっているので、購入先は概要欄に貼っておきます。ぜひまだな方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。てらん、うりんたーめまんなよ。あんにょー。